こんにちは、ブルーホースです。今日もデトロイトやってまいりましょう。前回はね、なんかね、コナーやっちまったなぁ。コナーをやっちまったなぁ。申し訳ありませんでした、うん。ジョンズカフェって書いてあってね。おお、じゃあジョンコナーやん。出来上がりやん。負けてますなぁ。あ、今回あれかな、カーラのパートかな。ドットから逃げたカーラが、この先、アリスを連れて行ってどこに行くのか。という話で、ご覧いただき誠にありがとうございます。おい、なんでアンドロイドは人間様のところにいるんだよ。End of line。あ、シューティ、あ、違った、そういうことか。End of the line。Yeah, you're gonna have to leave。降りてくれ。じゃね。あ、親密。いいね。じゃあ起こすしかないね。Wake up。おはようございます。We have to go。うん、あと5、もう5分だけ。わあ、セクハラ親父の。いい、じゃあ左手行きましょう。バス降ります。めっちゃ見られてる。いや、ここはここ、うん、泊まる場所聞こう。 Do you know if there's any other place we could spend the night? あー、そんなもんね。あー、やっぱりな。 She's gonna have to leave。そんなことできるわけねえだろって言われただろうね。あの、ここに泊まれないかって聞いたときなんかね。 OK、 じゃあ出ていきましょう。めっちゃ名残惜しそうに見たけどな。傘もないしね。あ、寒いんだ結構。あ、まあそりゃそうだよな。東海岸だもんね、デトロイト。しかも11月でしょ。寒さ感じないからあれだけど、あのアンドロイドはね、そうはいかないからね。しかもめちゃめちゃやん。 We'll find somewhere to spend the night。そうやな。エアビーとかない。それかクラブハウス。クラブハウスなんだっけ。なんかね、これでも早く行かないと、あの、冷えてなくなるとかそういうパターンとかもない。ちょっと待って。泊まれる場所、あ、なんかある。裏は特にないか。とりあえず、あ、アンドロイドバーガーゾーン入れる。入れない。店じまいだった。話す。Hey. We need a place to stay. Do you know anywhere we could spend the night? チェックリ振り向くやん。そして無視。役立たねえ。マジか。あれ、ちょっと待って。手つな、え、さっきまで手つないでたの。あ、つないでつないだ。めっちゃ無視。1、2、3箇所。じゃあ右から行きましょうか。これでも赤信号。完全に赤信号みたいな。周りを見る。じゃあ、周りを見る。周り、あ、結構いろいろあるな。あ、調べる。快適からは程遠いが、見つかることはない。あ、なるほどね。それから、こっちは。快適ではないが、安全。その通りだね。どうやって中入る。で、それから、快適だが見つかるかもしれない。お金が必要。お金あるのかな?で、これから、それからこれは?毎日24時間営業、止まれない、メガウォッシャー。あ、でもメガウォッシャーとかだったらいい。あ、あったあった。これ。ここは?ジョーンズ、あ、朝まで開かない。意味ないね。ここは?店は閉まっている。ドラッグストア。あと、ここは、24時間営業、止まることはできない。助けを求める。あー、悩みどころやね。まあ、でも、やっぱり、モーテルに行くのが一番いいかもしれないね。あれ、ちょっと待って。二人してさ、バラバラやん。あれ、アリス、アリス、どこ行くの、アリス。こっちこっち、こっち、こ、ああ、ああ、ああ、じゃあいいや。俺一人でアリスを安心させるのね。はいはい。ほら、アリスちゃん、怖いことなんか何もないわよ。モーテルに来て、あったかいお風呂入ろう。あ、お風呂ないんだ、シャワーだね。あら? We have nowhere to go. そうだな。I know someone who can help you.誰? まさか。レオ。But that's on the other side of town. ああ、どうする? We need a place for tonight. え? いなくなった? デトロイト。デトロイトってホラーゲーム。 Thank you for using Detroit bus
デトロイトホラーゲーム説出てきたね。とりあえずもう、ちゃんと止まれるところがいいので、モーテルに行きます。そして、赤信号は無視します。車には気をつけましょう。ただ、お金がない。でも、カーラ金持ってんのかな？しかも、一泊40ドルってまあまあするね。コンコン、もしもーし。お邪魔しまーす。ノーアンドロイドアロード。We're not going in. アンドロイドは入れない。金持ってねえのかね。And get rid of this uniform. なるほどね。服とか関係なく、多分頭でバレるしね。ってことは、モーテルアウトだった。じゃあ、あとどこ行けるっけ？こっち行けたよね。ランドリー、でもランドリーもありかもしんないね。でもな、リスの服を着替えさせるってわけにもいかないし、この服一緒に。There's nothing more this way. ないんかい。ないんかい。じゃあ、バーバーで、二人ともちょっとあれ、髪の長さが違うけど、似たような髪型してるね。ママと娘みたいな。よし、じゃあここ入ろう。もらったあったかいんちゃう。あら、やっぱり。ランドリーってね、意外と人も来ないしね、言うほど。ただ、むき出しになってるんで、問題は、あれだよね。ちょっと服を着替えるって書いてあったけど。そうだよね。服着替えさせてあげなくちゃいけないよね。まさかあれ？誰かが洗ってるやつをこう、パクるみたいな。そんな悪いこと、まあしてもいいか。このご時世だ。人間様のね、30% が職を失ってるんだもんね。お、プログラムコンプリート。おい、それは俺の服だ。何してやがるんだ。でも似てる。似てるじゃない、似てる。何似てる？寝てる。開けよう。What are you doing? You're not in our clothes. そりゃそうだよね。でも分かってあげて。This is something warm and I need to get rid of this uniform. そしたら私もお手紙入るの。We can't do it. 違う。寝てるやつが悪いの。いやでも普通に。だー、普通に。いやー、分かったわよ。あなたの言うこと聞いてあげましょう。たまにはいい人を演じてみせる。You're right. We won't do it, okay?ここで盗んだら信用を失うことになるからね。ところで、こいつの負荷あげばいいんじゃないの？おお、あげるよって。でも多分ここ監視カメラとかついてるから、あれとかそうだよね、もろ。あれ監視カメラだもんね。じゃあどうしよう。やっぱり開ける？やっぱり。うわーって、なんか自己破壊プログラム働きそうだね。そもそもこいつの服着れねえだろうしな。じゃあ行くか。なんかあった。ただ読むだけ。ミツバチの過労死。この時に読むあれじゃないかもしれません。ミツバチの過労死。花粉媒介の蜂がついに絶滅。何十年もの間、科学者や農業経営者は花蜂の絶滅は避けられない時代だと予想してきた。警告を虚しく、世界絶滅種協会は昨日ワシントンでの年次総会で野生の花蜂が絶滅したと公式に発表した。残っているのは捕獲された生態資料のみだ。花蜂の個体数はここ数十年で大幅に減少していた。理由は働き蜂が巣から消え去る。砲群崩壊症候群 CCD だかな。崩壊にいるのかな。蜂群。生物学者は農作物への農薬の過剰散布や寄生虫公害が原因で CCD が加速したと発表している。これらの組み合わせが最終的に受粉媒介個体を絶滅させたのだ。影響は大きい。麺産業や真水の供給、とりわけ農業には大きな打撃を与えるだろう。環境活動家のキャリー・リンナ氏は、私たちが食べているものの多くが何らかの受粉に依存しているんです。と事態の深刻さを訴えた。おそらく飢餓が起こり、世界中で何百万もの命を奪うことになるだろう。飢餓の発生を防ぐため、サイバーライフは世界絶滅種協会と連携してロボットミツバチの開発を計画を提案した。だが、このロボットミツバチは未だ開発途上の状態だ。各地の環境活動家からはもはや手遅れなのではないかと疑問も上がっている。続きまして、音楽と向き合う。イエイ。ライブコンサートが復活。若い世代にとってコンサートは VR で鑑賞するのが当たり前。 VR のヘッドセットをつければ家にいたまま最前列でコンサートが見られるのだから当然だろう。安いし安全、手軽に大好きなアーティストを見られるのが優れものだ。
ところが今、ライブ音楽にリバイバルの波が押し寄せている、ニーナ&コウスケミュージック、コウスケ NKM はアーティストがオーディエンスの目の前で生演奏するデジタルコードのコンサートを復活させる企画を立ち上げている。NKM 代表のチャック・モリソン氏はライブに行くのは時代遅れだと言われてきた。でもその文化を復活させたいんだ。魂を震わせる曲を聴きながら周りの人々との一体感を味わう。それこそが真の音楽だと語る。ライブの第一弾は Flags Wall 飾ることが予定されている。観客の前で生演奏してその場で反応を見られるなんて最高だろうな。音楽って言葉強いもんだろうと語ったのはリードボーカルのバズ・ラット。熱い声援喝采する曲はソファーに座ってちゃどれも感じられないからね。このコンサートが成功すれば NMK は音楽フェスティバルの復活に挑戦する。音楽はファンにとってはたまらないイベントになるそうだ。元気よくプンプンマルク出ていきましょう。ゴー。じゃあどこ行こう。入れるかもわからない。廃屋に行きますか。盗むやつも見てみたいな。でもな、このままだったらちょっとあれだね。アリスが投資してしまうからね。ジョンズカフェは閉まってるんだもんね。閉まってるんだもんね。とりあえずこっち歩いていこう。あと2、あー、そっか、助け求めに行けるってところがあったら、あとパーキングか。でパーキングなこと野ざらしだよね。でもやっぱ屋根あるところで確実に入れて人と会話ができるっていうところで言ったらこうですね。ガチャガチャして。Look, the store is still open. よし。Maybe we should go inside. At least you'll be out of the cold. わあ、でもドラッグストアじゃなかったんだけど。ナス。アメリカってどうなんだろう。こういう個包装されてないのかな。全部あれなんかな。武器がいっぱいある。どうしよう。このペンチで、やつの、ねえ。ハーゲンダッツはない。このクソ寒いのに、何これ。なんかめっちゃ冷えてそうなあれだよね。水に、チャプチャプ使ってるような感じの。あ、なんかあった。クッキーズ。アリスに食べ物を与える？それは与えたい。でもあなたお金ないんじゃなかったの？あれお金ないでしょ。だってああなんかあるそういうことじゃないのか。じゃあまあとりあえず助け求めましょうか。店にありったけの金をよこせ。店にじゃあ店のあれ金をありったけよこせ。喧嘩越しアンドロイドが来てんじゃねえ。 I'm a little girl and we have nowhere to go. 知らねえ。 Can you spare some money so we can get a room for tonight? って言われそう。 Shit. A homeless android? Ah, that's the best yet. そうだよね。 Look, アメリカの文化だったらそうなるよ。 This is a convenience store, not the Salvation Army, okay? コンビニであんな野菜やってる。 You better go if you're not gonna buy anything. あ、まあ言葉はあれきついけど優しいね。いやいやいや、絶対やんない。じゃあいいや。いや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 、嫌な予感がするよ。嫌な予感がする。うん。両親の呵責だよね。行く？行っちゃう？ああ、よし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 。しかも何さっきのさ、その盗むっていう選択肢が出てきたのがあれだったよね。ガン虫だよね。なんかもうちょっとこう、なんか自由の効くゲームかと思ってたら意外と、あれですね。これってさ、でもさ、まさかと思うけど。いや、ダメ。ダメ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 。いや、盗まないよ。俺は悪いことをしないよ。なんか嫌な予感がする。なんか嫌な予感がする。でもこうしないと生きていけないんだろうな。いや、ダメ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 。さっきあれだけアリスにね、取っちゃダメって言われて怒られたんだから。あ、なるほど。それで、あれだね。
アリスめっちゃ凍えてんじゃん。何か手に取るものある？あ、違うか。てっきりこれで脅すのかと思ったけど。どうしよっか。あのおじちゃん。あ、アリス、行け。Go! Go, go! I want you to go over and knock them down. Knock them down? は？ But why? Please.なんで？もうちょっともうカーラが悪い方向に走ろうとしてる。やばいね。その隙にこっちに行っといて、このクソガキよくもやりやがったなって。あー、めんどくせえ、やりやがったなって。いや You all right? よく、あ、優しい。人には優しいんやな。Well, don't worry. It's just a few cans. Come on, let's go. おー。え？一枚だけ？大丈夫？ああ、バレてた。バレてた。やっちまったね。でもこれ普通に映ってるんだもんね。もうちょっと探しに行こうぜ。なるほど。We have some cash now. You used me to steal that money. How could you do that? I trusted you. 下がった。どうしよう。まあでも事実を伝えるしかないよね。It was the only way. 子供とはいえ、It wasn't. 生きていくために必要なことはやらなくちゃいけない。それができないんだったらもうあなたはね、トットの元に戻るしかないけど、トットの元に戻るか一緒に生きていくかどっちだっていう話だね。じゃあパーキングって言っても、パーキングは何ができるんとか、これ大丈夫？コンビニに戻ってってさ、廃車で、まあでも廃車で一晩過ごす？じゃあ何のためにお金手に入れたのってなるよね。おちょちょ、おちょ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 、人よりは力あるんですからね。それだったらトット普通にやり返したらよかったんじゃないかな。通れたー。でもお金取ったはいいけど、どうするよ。廃車まず空いてる？なんかついついね、いろんなアクションゲーのね、やつで、開いてるかな。It looks abandoned. 廃車みたい。OK。怖っ。あ、そういう。Stand back, Alice. なるほど。やっちまうのか。でもこれ、開けたはいいけど、雨ガンガン入ってくんじゃない？まあ、いっか。車に止まる？車に止まれるようになった。It's dry inside. まあ濡れないし、大丈夫かな。でもだいぶシートボロボロやけどな。Can we find a better place? そうだよね。まあじゃあもうちょっと探そうか。Okay. We'll find somewhere better. お金を取ること以外はあなたの言うことを聞いて差し上げましょう。でもどん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 体温が奪われていくと思うんだよね。大丈夫かな。入れないここ。無理だよね。コンビニ戻ってお金が返してほしい。返してほしかったら私たちを止めなさいとかね。どうしよう。でもモーテルはなー、あと他どこ行けたっけ。駐車場、モーテル、車に泊まる、で服を見つける、モーテルに泊まる。あー、じゃあもうやっぱ服取るしかないね。とかあの黒人ちゃんいつまで寝てんだって話だよね。まあ一線超えちまったんで、どんどん行こう。あ、なんか。あ、そうだ。そういえば、ここさ、そう。An abandoned house. ここは空き家。でも入る手段がわからない。At least we'll be out of the rain. 雨宿りはできそう。Kara, I don't like this place. なんかね、魔女とかね、ヴァンパイアとかね、狼男とかね、フランケンシュタインとか出てきそうだよね。ワイヤーカッターがあればフェンスを破れる。
なるほど。で、モーテルでワイヤーカッターを買ってこいと。いやー、無理だね。じゃあ、車来ない？大丈夫ね。ここ今何時だったっけ？だいぶ夜だったよね。もう一回ここに来て、やっぱり寝てるから、もう、撮るしかないね。悪いけど。もう監視カメラに映ってようがそんなの関係ない。向こうの警察は無能だ。そのカチャコンの音でバレなかったから。オッケー。おいお前何やってんだっつって。これだけのためにランドに行くってなんかあれだね。おーおーおーめちゃめちゃ行くやんカーラ大胆え、まさかまさか行くねー行くねーうわーあ、そうやな帽子がないとあれだもんね着替えるお、脱ぎ脱ぎタイムやなさあ、皆さん、こっから先はアダルティーなお時間ですよ。何も言わねえ。もう一回一線越えてっから何も言わねえ。あ、やばい。しかも、パトカー通ったし。うわあ、着替えるシーン見逃したじゃん。あれってか、普通にあれだね。まあ、これはこれでいいけど、なんて言うんだろう。びちょ濡れなのは変わりないよね。これ普通に考えたら、なんだろうな。いや、モーテル向かいましょう。ここでせっかくね、なんか、え、車が1台スッて通ったの見えたけど、あれはなんか、やばい。大丈夫。よし。じゃあ入ろう。どうも人間です。一晩止めてください。手元には100ドルあるよ。はい、あ、モーガン・フリーマン。ちょっとミニサイズのモーガン・フリーマン。I'd like a room. That'll be $40 up front. 40ドル。はいよ。ここに100ドルある。Your name and address.名前と住所どうしようかな。名前はタコライス。Can I see your driver's license? We were in a rush. I think I forgot it at home. No worries. いいのかい? We can deal with it tomorrow. まあ明日ね、あなたが起きる頃には、はい、もう家にいませんか。いいじゃね、モーテルにいませんか。Have a good night. Good night.それなんか身分証的なんがさせなあかんのって一体なんなんやろな旦那に追い出されたかわいそうな奥さんっていうかそういうあれなんだろうな Do you think he believed you? いやー無理だと思うよ All I know is you'll be nice and warm to me そうやなちょちょちょあれちょっと待ってあれいけないなんかウーピーゴールドパークがめちゃめちゃ若かった頃みたいな感じこういう車が主流なんだな何階なんだろうとかどこに泊まれるかみたいな全然なかったお釣りもらったちゃんとお腹空いてるでしょうカーラじゃないやアリス思いっきり柱にも体ぶつけに行ったけど通れないしお腹空いてるでしょアリスなんか食べ物買ってあげないとまあモーテルの中にあるのかな違う登って そうそう一緒に登れなかったのかあ何階まであるんだろう3階まであるちょっとなんか壁に向かって歩いてますなんて名前したんだろうなあーなんとかって言ってたのまさかアリスって書いてないのでもあんなんじゃなかったかなちょっとパチ電気のあれは変わらないんだまあでもそれは20年ばかしで電気が変わるわけはないわな
だからとりあえずその服全部脱いで、あの、あったかいシャワー浴びてきて。うん。そうやな。ちょっと待って。まずはかけるところから。あ、抜き抜き。抜き抜き。あれ？随分と、あれだね。ほら、コート脱いで。はい。コートもだけど、いやいや、その服のまま触っちゃダメだよ。いや、早く早く。だって、べちょべちょやん。なんか、エロい。いやいや、アンドロイドに発情はしないですけど、なんかエロいね。てか、先にシャワーを温めといてあげるってできないのかな。あ、お風呂入れんじゃん。よかったね。はい。まずは靴脱ぐ。靴脱いで、うん。下も下じゃないや。そうやな、お風呂で乾かしといてあげて、上も脱がさないと、上も多少濡れてるでしょ。これはどこに置いとこう。お風呂沸かしといてあげるわねって言ったのはいいけど、でもそれさ、火事ならない？燃えるくない？大丈夫？まあ大丈夫なのかな。先にお風呂沸かそう。あ、いいな、このシャツ。なんか、ウォーキングって言った時に出てきそう。あれ、ちょっと待って、お風呂沸かせない。あ、見る。ノーアンドロイドって書かれてたのは一体なんでだったんだろうな。アンドロイドをさ、だってさ、なんて言うんだろう、その、盲導犬じゃないけどさ、解除的な感じで使っている人たちが泊まりに来た時とか、あれだもんね、できないもんね。あの、お泊まりができなかったら。まあ、だったら他の場所行けって言ったのかな。いや、違います。あのね、双極性、いやいや、まあ、逆中ですからね。いや、もう分かる。気持ちは分かる。そうなんだよね。ああいう大人を持つと、子供が自分が悪いって責めちゃうんだよね。で、それが大人になってズル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 してしまって、自分、何やっても自分のせい、自分のせいって思い込む人に育っちゃうんだけど、そうじゃないからね。完全に親が悪いから、ね。君は悪くない。幸せになるんだよ。なろうよ。あれ、ここを選択肢ってこない。もちろん。いいよ。死んであげてくれるなら。I promise. Will we be together forever? ああ、でもなんか悲しい結末詰まってそうだな。Forever. Forever together. 合ってるかわかんないけど。ああ、あれ何？抱きしめると力が強すぎて。サバ折りみたいな。だいぶあれだね、髪も傷んでるね。長いことお風呂入れてもらえなかったのかな。お風呂でシャンプーいっぱいしてあげよう。うん。You should sleep now. 違う。かわい、え、寝かせるの？お風呂は？ I'm going to turn off the light, okay? 大丈夫なのかな。あ、え、風呂よ。まあいいか。じゃあ今日はいろんなことがあったのでゆっくり寝ましょう。そして寝つくの早いな。Sleep tight, Alice. Sleep tight. 早寝つく。離れましょう。ここはアンドロイドとしてずっと一緒と言ったものの、でもなんかこれ次の日燃えててから起きて早くやばいよ。ブー、これ消せないかな。消せなさそう。モーテルに泊まる。今夜はもう休む。あ、なんかある。あ、そうだね。え、でもこれアンドロイドも寝る必要があるのかな。てか布団ちゃんとかぶせてあげて。部屋あったかいんだろうけど寝るんだ。へえ。一応睡眠はお肌の敵的な。まあまあ、とりあえずそのまあちょっといくつかね、あの軽犯罪は犯してしまったものの、無事にね、あのモーテルで寝ることができましたので。モーテルで寝ない結末っていうのがあるのかな。どんな、あ、でも3つの結末があるんだね。コンビニを後にする。うん。うわー、これ分岐いっぱいあるな。
42% だもんね。へえ。ていうか、あの、そう、これ、このゴミ収集のアンドロイドさ、急にホラーゲームになったよね。へえ。いや、まあ、ちょっと面白いパートでしたね。前回は あっけなく終わっちゃいましたけど、今回は、あの、すごい、いろいろとなんか考えさせられるやつですね。生き延びるために、あの、守るべきものと、やっぱり破らざるを得ないものっていうのをいろいろとね、考えさせられるパートでございましたね。ということで、また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。